ろしくお願いします。お初にお目にかかります。お客様、遠野家に仕える使用人の翡翠と申します。本日はどのようなご用件でしょう。お名前とご用件をお聞かせください。有馬美和子様、有馬家の長女様であらせられますね。申し訳ありません。あいにく本日は四季様も秋葉様も不在。なるほど、お二人ではなく私に話が終わりなのですね。社会科見学、遠野家の普段の生活や私どもの働きぶりが知りたいと、遠野邸の事情は他言無用、入室禁止の機密事項ですが、宮子様の期待に満ちた眼差しを無下にするのはやはり、ここは姉さんを見習って。わかりました。勉強熱心なのは良いことと存じます。どこまで期待に添えられるかは分かりませんが、誠心誠意お話しさせていただきます。これは先週のとある夜の出来事ですが、速やかにお帰りいただきます。いい巻きだ、割りがいが。バーンユアマジックサーファイト。はっ、それではお屋敷の清掃に戻らせていただきます。私でよろしいのですか。ちょっとワクワクしてきたかも。バーンユアマジックサーキット、ファイト。おっと、いきます。よいしょ、追いつく。よいしょ、追いつく。シェルマグファイシ、おい。私怒ります。さあってと、駆け寄られた。申し訳ありません。パーフェクト。申し訳ありません。その体に触れられるのは苦手なものですから。ああ、誰かと思えば四季の部屋を掃除してくれてるメイドさんだ。やっほー、どうしたのこんな夜更けに。この辺り人間一人じゃ危ないわよ。こんばんは、アルクエイド様。先日は突然のご来訪ありがとうございます。秋葉様から言付けを預かっておりますが、お聞きになりますか。妹から私に直接言ってくれていいのに、奥ゆかしいのね。四季の前だからって猫かぶらなくていいのに。まあいいわ、聞かせて聞かせて。先日は私と兄さんの穏やかで満ち足りたひとときを創造親戚に変えていただき感謝しております。次いらっしゃったときは専用の控え室に招きますので、身辺整理を済ませておくように。穏やかで絹ずれの音さえ許さない沈黙と満ち足りた緊張と恐怖でみっちみちの空間が。ちなみに入ったら最後、厚さ50センチの鉄の壁が落ち、部屋ごと海まで投下、海底火山までご招待する。特設ゲストルームが来週には完成予定です。どうか来週またご来訪のほど。ところで、また深夜にお出かけになられた四季様を探しているのですが、アルクエイド様、何か心当たりはおありですか。何
ないとは言えないこの雰囲気。私が言うのもなんだけど、あなたたちの家、現代にはちょっと物騒すぎない？バーンユアマジックサーキット、逃がさない。ジェッパイ、ジェッパイ、ご案内します。やったあなたのダメージです。いいかいな、ファイヤー、やややや、まだまだファイヤー、まだ僕は今日ね、どうにも伝わりこないよ。こちらです。ドクター、ご覧くださいませ。引きます、引きます。ラストアークフィニッシュ、なんとかに。刃物、申し訳ありません。パーフェクト。危なかった。なぜでしょう。アルクエイド様からとても危険な気配がしたのですが。失礼いたします。懺悔代わりだ、一曲聴いていけ。バーンユアマジックサーキット、ファイト。ジェッパー、ご案内します。なめんな、ウファフライハイデ、ご案内します。なめんな、ジェッパー、よっしゃ。なめんな、フライハイデ、ご案内します。フライハイデ、よっしゃ。行きます。テオンが甘かったか。申し訳ありません。パーフェクト。落ち着きが足りません。武作法を改めた方がご自身のためになるかと存じます。立て込んでおりますので手短に。じゃんじゃじゃーん。バーンユアマジックサーキット、ファイト。フライハイダー、ご案内します。ウェッカー、よいしょ。ミュウフン、よいしょ。ミュウフン、ウェッカー、ミュウフン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 。メイドさんです。ご教授のほどお願いします。かしこまりました。清掃のいろはでよろしければ。バーンユアマジックサーキット、ファイト。できます。イエス。フライハイター、ご案内します。リカバー、ジェット、ジェット、ご案内します。慎重なウーター、柔道。私をこれで。まだまだ。行きます。ご案内します。慎重に。ご覚悟を。どうにも伝わるこの世。こちらです。ちょっとご覧くださいませ。引けます、引けます。おやめなさい。諦めて。まだまだ。ゲーをなさい。お怪我はなかったでしょうか。遠野くんは自立したくなーる、一人暮らしがしたくなーる。でも資金が心もとないので、お茶目で頼れる先輩のアパートに住みたくなーる。いえ、それもう一人暮らしじゃないし、俺がしたいのは自立であって、先輩と同居なんてしたら紐になる未来しか見えないし、畜生最高かよ。よし、契約書にハンコ押しちゃうぞ。いけない。あまりの既視感に頭が真っ白に。怪しげな勧誘はそこまでです、シエル様。法律により未成年への洗脳は禁じられています。な、翡翠さん、どうしてこんなところに。アルクエイドも役に立ちませんね。いえ、違います、違うんですよ。これは荒領事、そう、荒領事なんです。ノエル先生にかけられた暗示を打ち消すため、やむなく遠野くんの深層意識に最高ですね。納得いたしました。あの弟子にしてこの死ありということですね。
率直に言ってあなたが元締めです。本当に出来心、いえ誤解なのに。仕方ありません。不本意ですが翡翠さんにも暗示をかけるしかないようですね。その前に四季様を解放いたします。それと困ったら魅了やら暗示やらで切り抜けようとするのは改めた方がよろしいかと。アルクエイド様と姉妹なのですか。この煽り力、ただのメイドではありませんね、あなた。場合はマジックサーキット、ファイト。よいしょ。もう一度。嫌な世界入る。甘い。さすがに私を。はい、はい、よいしょ。不覚でした。できます。ご案内します。もう一度。軽いのでできます。まだまだ。カウンター。さすがに私を。ぜひ。ご案内します。巻き見せてあげましょう。私は怒りました。さっ、やややややや。そちらです。あなたのダメージです。甘口ですね。ご覚悟。どうなら伝わるこの様子。こちらです。とくとご覧くださいませ。引けます、行けます。ラストアークフィニッシュ。なんとかに刃物。申し訳ありません。申し訳ありません。このように遠野家の使用人たるもの、武芸にも秀でています。今回は披露できませんでしたが、日本刀の扱いにはそれなりに自信が。はい、いけません。美和子様の反応がとても可愛らしいので、つい話を持ってしまいました。日本刀は遠野の親類の方からお預かりしているコレクションというだけで、私自身振るった記憶はないのですが。そうなんですよ美和子さん。翡翠ちゃんはこう見えてルリ鋼流合戦術、めちゃ川式の継承者、どんな悪党も一刀両断なのです。姉さん、いつの間に私以上に話を持っていませんか。まあまあそこは気にせず、せっかくですから続きは客までいたしましょう。美味しい紅茶をご馳走しますね美和子さん。ちょうど3時ですし、翡翠ちゃんも休憩しましょう。美和子さんから有馬での四季さんの暮らしぶり聞かせてもらえるチャンスでは。それは、はい。四季様のお体を見る上で今後の参考になります。ではお茶受けをお出ししますね。ちょうど朝に作っておいたケーキが。待って、それ待って。翡翠ちゃん、お菓子は私が用意するから、ご協力ありがとうございました。大変素晴らしい活動だったかと。